なんかめっちゃ面会にいそうですよね。どっち側どっち側。反対です。失礼。一般的なお客さんに一点予想してもらって帰ってみたよ。パフパフパフ。一般的なおじいに、はい、おじい相談しながら、あのおじいちゃんじゃなくても大丈夫なんですけど、意外とこの間行ってみて若い人もいましたもんね。そうですね、今日もちらっと見たんですけど、うん、若いお客さんもいるので、もう本当に一人で GoPro 持って行ってもらおうと思ってて、できる？できる？あの一応ここからあの見ときます。で、予想してもらったらどうする？どうしない？どうする？どうしない？帰る？まあ、帰らない？お使いみたいな感じで一点輸送してもらって、はい、変えたら一回戻ってきてください、はい、まあ、おじいって言ってごめんなさいね、はい、おじいが買ってるのを、ま、真似させてもらうのか、そのおじいに私が買うのを予想してもらうのか。あ、そうですそうです。何がいいと思いますって。で、外れたらおじいのところに殴り込みに行けばいい。そうそう。軍資金は、軍資金1000円で。おら、いや1点なんで当たったらすごいよ。1点1000円なんで。確かにね、うん、ということで、はい、どっちからいきます？じゃんけんぽい。はい、じゃあみかんちゃんからいきましょう。はい、行ってきます。今日本当に人が多いですね。じゃあ行ってらっしゃい。いけません。行ってらっしゃい。え、本当に入ってこないの？もし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 してる。いけないんだ。意外と人見知りなんですよ。すいません、今回の大村の会議予想を教えていただいてもよろしいでしょうか。このままじゃレースが終わってしまう。いや言ってくれ。どこどこ1点予想してもらえませんかって。行ってきます。頑張れ。意外とモジモジしてるな、みたいな。もう、ね、初めてのお使いのすぐ帰ってくるやつ。塊でいると誰か喋りかけてくれないんですかね、自分から。すいません、今あの YouTube 撮ってるんですけど、あのお客さんにあの買い目を1点予想してもらってそれを買いたいんですけど、あ、大村が時間的にいいですかね。大村で1点なんか予想してもらえないですか。いいですか。いいですか。ちょっと当たるやつでお願いします。あ、軍資金はちなみに1000円です。やっと捕まえた。はい、1点買い1000円。いや、もう何回も全部安いですよね。135で135、分かりました。135、1点1000円で行かせていただきます。お父さん、ありがとうございます。風出たかね。全然大丈夫です。え、ボートは結構来るんですか。結構来てる。しょっちゅう宮城にもしょっちゅう来てます。宮城にはしょっちゅう来てます。お、135ですね、はい、分かりました。藤岡さん頭で、はい、また結果報告しに来ます、はい、ありがとうございます。あの、これ宮城のオリジナルタオルなんですけど、はい、よかったらお礼に、はい、ありがとうございます。135で予想してもらいました。あ、いい人でよかった。135、お父さんが予想してくださった135買いました。すごいいい人でした。すごいいい人でした。 YouTube 撮ってるんですけどの問うぐらいで、はい、もううんうんうんって言ってくれて、もう泣いちゃうし、今その人にする。人にしない。で、最後ありがとうございましたって言ってタオル あげ忘れてました。あげた。あげた。よかった。外れたらごめんねとか言ってくれたんですけど、大村7レース135、1000円1点買い、はい、なんか決めてとか言われてました。決めては、まあ、オツがどれも安かったんで、あ、なるほど、なんかちょっと何百円のにかけたくないなって言ってて、多分ちょっとつくやつなのかな、うんうん、なるほど、うんうん、間もなく始まります。なんか人があの考えてくれたやつだと心の余裕が違う。コース131も行ってる。行け、揃ってる。
わずかに1号艇1号艇藤岡スタートを先行していきました。そのまま1マークに向かっています。2号艇の2号艇5もいった5が2着になっちゃう。1号さん惜しくない。でも3も全然あるよ。お父さんすごいね。お父さんすごい。4を切ってるのはすごい。すごい、お父さんすごい。あるあるあるすごい。すごすぎる。やばい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 。1号3かと思いきや1、3号になったよ。やばいですね。よかったですねって、そんなよくそんな冷静に。すごいねえ、やばい。すごくないですか。ちょっと私これ、ありがとうございます。お父さんもう当たったこと分かったから。かっこいい、お父さんかっこいい。ありがとうね、こっちなのに。すごいですよ、1点で。じゃあ結果をちょっと話してもらっていいですか。はい、はい、結果は当たりました。お父さんマジすごい。すごい、あの1万人気がもうオッズ 3. 点なんとかで、134だったんです。もう4がめっちゃ売れてて、だけどお父さん4切って135にしたいの、うん、でそれが 6. 点何倍だったんですけど、うん、すごい。すごくないですか。1点よ。すごいね。お父さんやばいです。次からお客さんに話しかけまくりようかもしれない。私もうこのスタイルでいいです。もうオッズじゃなくていい、こっちで。さすが、すごい、ありがとうございます。お父さん見てますか。最後ね、レースのゴールまで見ずに途中で2周目ぐらいで帰ってった。もう勝ちを確信してありがとねって言って帰ってた。かっこいい。6200円です。すごい、いや十分でしょ、ね、すごすぎる。じゃあ続いてピコちゃん、はい、いきまーす。まずはこうやって人を見て、どの人が喋りかけやすいかを見ます。一周していきます。話しかけられそうな人がいません。まあ、船券を買いに行ってるお兄さんがいるので、昨日お兄さんが帰ってきたら声掛けしてみたいと思います。よし、ちょっと行ってみたいと思います。あ、ちょっと行ってしまった。あのお兄さんに聞こうと思ったらなんかちょっと、そう、外に行っちゃった。すいません、今お時間大丈夫ですか。どこのレース予想してますか。ここの、あの今1点だけ予想をお客さんに聞いてて、一緒に予想したいんですけど、あのお父さんの買い目をちょっと教えていただきたいです。これ1、2、3、1点買うなら 1,2,3 ですか。これなんでですか。あ、3番が阻害エンジンなくて、2番が、うんうん、エンジンまあまあで、地元やろ、うんうんうん、3番もそこから出とらんやろ、うん、だけ1、2、3かな。なるほど、もう1が逃げる、うん、なるほど。じゃあお父さんの買い目をちょっと参考にさせていただいて、うん、1000円かけるので、うん、1、2、3 、うん、よかよ、1、2、3、1000円ありがとうございます。優しい。あ、お父さんよかったらこれ、うん、ありがとう、プレゼントです。優しいお父さんだ。どこのレースやってますか。どこのレースやってますか。若松です。あ、一緒だ。ああ、すごい、見て、3枚もつく。確かに4ゴール。いやでも分かんないですよね。これよかったら、あのボートレースのタオル配ってるので、じゃあ当たりますように。ありがとうございます。お疲れ様でした、ビーちゃん。はい、仕掛けられました。よかったです。じゃあまず、じゃあ買い目から若松の8レース123。おお、言われました。123、3はあんまりモーターが良くなくてって言ってて、うんうん、まあ1は逃げるでしょって考えて、
結構でも買い目分散してるんですかね。14.8。若松自体が今日荒れてるから。そうなんや。なるほどね。そしたら優しいお父さんでした。めっちゃ優しかった。やっぱ宮城優しいですよ。じゃあ B ちゃんちょっと結果走るんで見に行きましょうか、はい、ちょっと忙しいけど、はい。1周の1枠、インコから逃げるのは1号艇の安コーチ、2コースから2号艇の木下が指して、そういった3号艇の上野、刺したのが4号艇の小池、1号艇の安コーチが逃げて前にいます。スタートは前提ステップでした。1号艇安コーチ賞が押し切って、2番手は4号艇、2号艇、3号艇並んでいます。1周の2枠は1号艇の安コーチがトップで回り、続いて4号艇の小池、その外を回っていきました。2号艇の木下は少し膨れて、2番手リードは4号艇の小池君雄です。3番手は2号艇の木下のうちに3号艇の上野が並んで、今度は3番と2番、3番手が並走です。21番区1号艇安コーチに続いては4号艇の小池、3番手は3号艇の上野の内側から2号艇の木下、さあここは4号艇の小池が膨れて、2番手が3番と2番、この2人の接戦で、その後ろになりました4号艇の小池です。これ1年さんかな。20の2番区先行は1号艇の安コーチ賞、2番手は2号艇の木下が先取って、差しは3号艇の上野、続いて4号艇の小池と折り返します。今度2番手リードを取ってきたのは3号艇の上野です。3番手が2号艇の木下大輔が先取って、待ちレース間もなくゴールとなります。先頭1番ゴール、3番ゴール、7番ゴール、6番ゴール、5番ゴール、1番先制ゴール。よし、お父さんにお礼を言いに行こうと思います。ではピーちゃん結果をお願いします。結果は惜しかった、外れました。あ、そうなんや。そう、1-3-2だったの。いや、10もレース見てましたけど、1-2-3にも何回もなりかけたし、1-2-4とかにもなりかけた。でも荒れた中でもここはちゃんと来たんですね。そうね、来てた、うん、いやでも楽しめたよね、本当に。その全く違うとかじゃなかったけん、うん、1点なのにレースはめちゃくちゃ見応えあった。確かに、あと自分で考えてないから心の余裕が、なんか外れても自分じゃないしみたいな。確かに。そんな効果もあったね。で、当たったらめっちゃ嬉しいしね、うん、何もしてないのに。最高の企画かもしれないです。ということで、じゃあ今日はみかんちゃんお見事、はい、よかった、ありがとうございました。お父さん幸あれ。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また見てね。